はい、どうも皆さん、こんにちは。吉田正です。はい、今日ご紹介する芸能、今日ご紹介するのはですね、芸能ニュースでございます。はい、高見菜さんですね、 AKB48 の高見菜さんがですね、27日、都内でですね、BS 朝日の新番組、明日へのエネルギー、アスリートたちのバスタイムと、来月8日ですね、スタートの、番組がありまして、その制作発表会にね、登場したということで、まあ、話題となっているのはね、前田敦子さんがですね、辞めてからの、選挙なわけですけれどもね、AKB のね、熱烈なファンとして有名なですね、南海キャンディーズの山ちゃんですね、がですね、第4回選手権ですね、で1位候補に推薦していることについてですね、高見菜さんがですね、謙虚に頑張っていきたいというふうに話してたそうです。そうなんですね、まあ、1位候補ということで、まあ、山里さん、どこまでですね、見る目があるか分かりませんけれども、あ、山里さんはすごい僕は好きなんですけども、まあ、1位ね、候補ということで、どうでしょうかね。前田敦子さんがですね、昨年獲得した票が14万票ですね、これがどう流れるかというのがですね、期待の的という感じで考えられているわけですけども、高見菜さんとしてはですね、本当に、自分の考えで決めてほしいというふうにね、おっしゃってるそうですね。はい。で、僕が思ったのはですね、選挙ですね、一人の人しか、入れられないじゃないですか、票をね。だから仮にですね、前田敦子さんに入れてた人たちが、もしもう一票あって入れられるとしたら、第2位として考えている人、みたいな部分で、それがみんな高見菜さんだったとします。だとしたら、一回もですね、もちろん、1位獲得してないんですが、高見菜さんが急に浮上するってあの形は考えられるわけですよね。ですのでね、これは単純にですね、大島優子さんがですね、かつて1位を獲得したからといってですね、大島優子さんがまた今度はですね、前田敦子さん亡き後ですね、1位になるとは限らないと思います。はい、要するにそのまあ深層心のその潜伏している部分のですね、表ですよね。そういった部分っていうのがですね、どう流れるかっていうのは本当にわからないですよね。ですので、まあそこをですね、あえてですね、南海キャンディーズの山ちゃんがですね、鋭く突っ込んでですね、予想したのが高見菜さんだということかもしれませんし、秋元さんがで、ね、テレビの中でですね、エグザイル魂の中で、AKB とは高見菜のことだと、高橋みなみのことだと言い切りましたからね。私は見逃しませんでした。ですので、まあまあ本当にどうなるかわからないです。それに何回か前のですね、動画でも僕は話した通り、今回のですね、新たなオーディションで、獲得して上がってくる本当の新人のですね、誰かがですね、意外や意外1位獲得してセンターっていう大どんでん返しというか、もう AKB 界の下克上というか、なんかそんなですね、ハプニングもあるのかもしれませんし、本当にどうなるか分かりませんが、まあ、それだけ AKB のことをね、皆さん、注目もしているし、愛しているということじゃないかと思いますね。どうなることでございましょうか。はい。ということで、今回ですね、今お話しさせていただいたのはですね、高見菜さんが総選挙で1位候補かなと、まあ、山ちゃんが思っているというだけの話なんですけども、そういった内容の芸能ニュースでございました。ありがとうございました。